こんにちは、こんばんは、森越カップです。今回は少し遅れてしまいましたけど、ゲオの初売りセールでゲームをたくさん買ってきました。まずプレステ4がこれだけ、そして 3DS やスイッチなど1480円以下の半額対象商品を買ってきました。今回はゲオの動画はこちらの1本で終わると思いますが、よかったらどんなものがあるのか最後まで見ていっていただけると嬉しいです。では先にビータから、こちらは値札がかなり前の値札がついているようなんですが、かなり下がっていて480円からの半額になりますね。こちらは有名な乙女ゲームの歌プリのリピートラブの限定版になります。こちらが480円ならだいぶお得だなって思うんですけど、かなり下がっちゃってるんですね。そしてスイッチからこちら、シャドーバース1480円の半額です。何がお得かっていうと、まず未開封のカードがこのように2組っていうのかな、これは何枚かが入ってて未開封なんですかね。これは1枚ずつ入ってるのかな。で、後ろが使用上の注意などですかね。2枚っていうことになるんでしょうかね。スイッチがこのお値段なら安いと思いますね。遊戯王的なカードバトルゲームになるんでしょうか。こちらも安いのでぜひ見つけたら買ってみてくださいね。で、プレステ4からこちら、グランキングダムです。こちらは480円の半額でした。裏を見ていただいたらわかるようにシミュレーションゲームですね。こちらも持ってないので初ゲットとなります。そして私の大好きなゾンビゲーデッドライジングの1ですね。こちらは Xbox 版が家にあったと思うんですけど、 PS4 版は持っていなかったので、こちらも初ゲットとなります。ストレス発散にとってもいいゲームですよね。そしてこちらは持っているんですけど、プレゼント用に購入したコールオブデューティーブラックオプス3です。こちらは仲のいい方などに一緒に遊べるようにプレゼントしようかなと思ってます。お値段は確か250円の半額の120円ぐらいだった気がしますね。もうかなり投げ売り状態で販売されている状態なので、まだお持ちでない方やコールオブデューティーがお好きな方は買われてみてはいかがでしょう。そしてこちら、コントロールです。なんか表紙だけ見ると海外ドラマみたいな感じですよね。裏を見てみると超能力系のアクションゲームみたいで、アンチャーテッドと超能力を混ぜたような印象を受けるんですけど、どうなんでしょう。こちらもかなり値段が下がっていて1480円の半額でした。そして次がこちら、リトルビッグプラネット3です。980円の半額です。こちらはベスト版も出ているのでかなり安くなっているようですが、1も2も遊んだ印象としてはマリオなどのアクションゲーム系を求めている方にはいいかもしれませんね。980円の半額なら買いだと思います。そして次はこちら、ラブ R です。1480円の半額です。こちらはビータなどで出ている、こちらはキミキスやフォトカノやレコラブと続く
22周年記念の完全新作恋愛シミュレーションみたいですね。こちらは女の子を写真で撮るゲームなんでしょうか。女の子を写真で撮るゲームがお好きな方はいいかもしれませんね。こちらは一応続編も出ているようなので、そちらはもうちょっとお値段が高かった気がしますね。そしてこちらも女の子系のゲームで、戦乱神楽のピーチビーチスプラッシュです。1480円の半額です。裏を見ていただいたらわかる通り、男性が好きそうな、あーでも見た感じだとスプラトゥーンみたいな感じなんですかね。水鉄砲で敵を倒すといった感じで、で開けて見てみるとこんな感じなんですね。なかなか過激な説明書ですね。初見だとちょっとびっくりするんじゃないでしょうか。こういうのがお好きな方はぜひ。そしてこちらもかなり安くなっていたシェンムー1-2です。こちらはドリームキャストで出ていたリマスター版になるんですかね。リメイクではないんですよね。確かリマスターで合ってますよね。こちらもだいぶ安くなっていると思うので、もしあればかなり買いだと思います。そして次は 3DS からこちらキューブクリエイターデラックスです。こちらも980円の半額、かなり安くなっていると思います。こちらはマイクラみたいなゲームで、みたいなっていうかマイクラですね。確か 3DS のマイクラは海外版しかなかったと思うので、間違ってたら申し訳ないんですけど、手軽に 3DS でクラフトゲームが遊びたいならこちらを買われてみてはいかがでしょう。そして最後のソフトがこちらアスファルト 3D です。こちらも1480円の半額です。こちらはちょっと前まではそこそこのお値段していたソフトだったと思うんですけど、こんなにも安くなっているんですね。一応駿河屋などの値段も見てみると、だいたい1500円から2500円くらいまでなっているようなので、お探しの方は安いうちに買われてみてはいかがでしょう。はい、というわけで今回は淡々としたご紹介になってしまいましたけど、やっぱりゲオの1480円の半額セールはお買い得なものが多かったですね。セールはまだまだやっているので、在庫補充なども期待しつつお店に行ってみてはいかがでしょう。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と高評価、低評価でもいいので動画の評価も一緒にしていただけたら嬉しいです。それではまた、森越カップでした。バイバーイ。